今日の御言葉、マタイの福音書25章1節から6節。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。終わりの日にイエス様は再び地上にやって来られます。イエス様は私たちにご自分が再びやって来られるまでしっかりと準備を整えておきなさいと言っておられます。終わりの日は盗人のようにやってきます。この聖書箇所の花婿はイエス様のことを表しています。そして娘たちは私たち自身のことを表しています。予備の油を持っていた娘たちは花婿が少し遅れてやってきても大丈夫でした。しかし予備の油を持っていなかった娘たちは花婿を迎えることはできませんでした。ここに霊的真理があります。私たちもイエス様が再びやって来られるまでしっかりと準備を整えていきましょう。霊的な準備をしっかりと整えたものこそがイエス様を喜びの中でお迎えすることができ、永遠の天国へと入ることができます。常に目を覚ましていましょう。 All for Jesus。